こんにちは、ハピです。今回は無印良品購入品の3回目、木の実から作ったカポックを使用したデニムパンツをご紹介したいと思います。今回もコーディネートをたくさんご紹介しているので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速スタート。私の身長は153センチ、標準体型です。下半身太めが悩みなので、体型カバーや動きやすい楽ちんコーデが得意です。似たアイテムの着回し方法だったり、こんな合わせ方もあるんだと、そういった発見が少しでも見つかると嬉しいです。今回ご紹介するアイテムは、無印良品木の実から作ったカポックコンデニムタックパンツ、4990円です。カラー展開は3色展開あって、カジュアルにも着れるダークネイビーを私は選びました。サイズ展開は6展開あって、身長153センチで M サイズを選びました。丈は折らなくても履ける長さです。このデニムパンツは腰から足先までまっすぐ綺麗に見えるパンツです。素材は綿にカポックを織り交ぜた生地が使われています。このカポックとは、カポックの実から収穫された繊維で、少ない肥料や水で栽培できる環境負荷の少ない植物だそうです。綿のおよそ8分の1と世界で最も軽い天然繊維と言われているため、このデニムパンツは非常に軽いのが特徴です。このパンツは両側と後ろにポケットがついています。深めのポケットが使いやすいなと思いました。ウエストはゴムで楽な履き心地です。このデニムパンツはワンタックでゆったりとしたストレートシルエットのパンツです。色味がかなり落ち着いているので、カジュアルになりすぎず大人な着こなしができるデニムだと思います。それではこのデニムを使ったコーディネートをご紹介します。まず最初のコーディネートは、ホワイトとネイビーでまとめた大人シンプルコーデ。ハイネックのカットソーはニコアンドです。カーディガンは無印良品の白いカーディガンを合わせました。首元にはパールのネックレスを合わせています。こちらはバブのネックレスです。足元はニコアンドのカンフーシューズに白の靴下を合わせました。差し色に赤いトートバッグを合わせて、カジュアル感をプラスしたコーディネートです。次のコーディネートはこちら。先ほど着ていたハイネックをブラウスに変えました。ブラウスはスタディオクリップです。無印良品のデニムパンツは裾を2回ほど折り返して、足元に軽やかさを出しました。シューズはニコアンドのカンフーシューズです。バッグは無印良品いろいろな服でブラウンのトートバッグを選びました。ブラウンの色味はどんな色にも合わせやすいので、差し色にぴったりです。次のコーディネートはこちら。シンプルシャツに合わせた定番スタイル。このシャツは無印良品スタンドカラーシャツを合わせました。足元はニコアンドカンフーシューズで、女性らしさをプラスしています。バッグはバッハのリュックを合わせました。このコーデにアウターを着るとこんな感じになります。コートはマージュールで、ミドル丈の薄手のコートなので、春コーデやオケージョンにもぴったりなアイテムです。こんな感じでネイビーのコートでクラシカルな印象にしてみました。次のコーディネートはこちら。白に黒のジャケットを合わせてきれいめにまとめました。トップスはユニクロで、白のロンティーを合わせています。このジャケットもユニクロです。黒いジャケットでかっちりとした印象にしました。首元にはブラックオニキスのネックレスを合わせています。こちらはノードグリーンと私がコラボしたオリジナルネックレスです。小物は黒のレザーアイテムでまとめて、きちんと感を出しています。ジャケットやレザーで
かっちりとまとめればハンサムコーデの完成です。次のコーディネートは大人カジュアルスタイル、先ほどと同じユニクロの白のロンティーにストライプシャツを合わせました。このシャツはユニクロのアイテムで、丈が長めのロングシャツです。その上にデニムジャケットを合わせました。ジャケットはスタイルデリ、ゆるっとしたジャケットで、ワンピースやスカートも合わせやすく、これから春にぴったりなアイテムです。靴は白のレースアップシューズ、バッグは無印良品いろいろな服のトートバッグを合わせました。ブルーにブラウンのバッグでナチュラルにまとめています。またこちらは同じロンティーに同じストライプシャツをたすき掛けしています。こんな感じで同じアイテムでも印象が変わるので、ちょっとしたコツで着回しの幅が広がります。最後のコーディネートはこちら、赤いボーダーにカーディガンでフレンチシックな印象にしてみました。ボーダーカットソーはマージュール、カーディガンは無印良品黒いカーディガンでコーデを引き締めました。デニムの裾は折り返してカジュアル感を出しています。靴は白のレースアップシューズで爽やかにまとめました。小物はレザーのミニバッグ、こちらはテディブレイクのショルダーバッグです。赤いボーダーってカジュアルだけど、このデニムが落ち着いた色味なので、全体を上品な印象にしてくれています。はい、ということで無印良品のデニムパンツをご紹介しました。このカポックという新しい素材を使用したアイテムはジャケットやスカートも出ていました。セットアップとして着るのもおしゃれだなと思いました。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったよという方はチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。